僕一人じゃ特にあんまり何もできないので、時間とかお金とか全部もろもろ楽になるなって。全国上位 3% の繁盛員が絶対に外さない5つの法則の書籍データを無料でダウンロードできます。たった30秒で受け取ることができるので、お申し込みは概要欄から。こんにちは、ご無沙汰しております。開業後のインタビューということでお答えいただけるということでありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、ちょっとまずは簡単にですね、自己紹介の方をしていただきたいんですけれども、よろしいですか。はい、三重県四日市市で接骨院整体院、ちょこっとエステをしております株式会社チームサンズの岩田と申します。ありがとうございます。整骨院名はどういった整骨院名ですか。店舗名はもうそのまま岩田整骨院やってます。あ、いい形ですね。ありがとうございます。ご開業されてどのぐらい経つんですか、今。この前ちょっと5年って言ったんですけど、数えてみたら多分4年でした。なるほど、なるほど。今、まずこれちょっと私もドキドキしながら聞きますが、開業されて4年が丸経ちましたっていうところなんですけど、今現状経営状態というか、どんな感じになってます、先生どこ。経営状態って、その数字の部分、数字ははっきりまで言わなくてもいいですけど、開業時と比べて今はどうなったかっていうところで。ああ、今はまあ普通だと思います。僕の周りにいる人からしたら普通。先生のところに周りにいる人がレベルが高すぎて、普通がちょっと普通からすると多分高い水準かなと思いますが、今従業員さんってどうなってるんでしたっけ。従業員は今5人です。僕今5人。じゃあずいぶん増えましたよね。そうですね。で、僕合わせて、妻も入れれば7人ってなる。最初1人からですもんね。そうですね、奥さんと2人で。なるほど。1人先生から始めてずっと1人先生で行く先生も結構多いので。ああ、確かに。そういった意味では先生は拡大を今後もしていきたいなっていうこともあるんですかね、これ。そうですね、会社名でもそうなんですけど、僕1人じゃ特にあんまり何もできないので、はい、人に一緒にやってもらった方が僕は生かされるのかな。なるほど。じゃあ、会社名にもありますが、チームにして大きくしていこうという感じなんですかね。そうですね、やっぱり役割とかね、みんな輝ける部分があると思うので、それぞれがね。ありがとうございます。じゃあ開業前開業後で今4年丸経ったっていうところで、状況的に今かなり経営も良くなってきてるということを踏まえてなんですけれども、逆に開業前に困ってたなとか、わからないなとかっていうことって何かありましたか。わからなかったって本当に一つもわかることはなかったです。全然違うなみたいな。なるほど。その中でも強いて言えば、一番その中で困ってたというか、基本的に多分頭が良くないので困るっていうのが分かってないとは思うんですけど、はい、全然違うなと思うのは、ザ・接骨院から今整体院やってるので、そういうことやってるなと思いますね。なるほど。開業時はザ・接骨院でした。一応それでやろうかなと思ってましたね。それがなんで今整体院っていう形にシフトした、何か状況あったんですか。ちょうどそれオープンする時がそんな流れだったのかな。自費移行をやってた時ですよね。今そうか、4年前ぐらいに結構自費を取っていかないとなっていう。このアナウンスをすると、これ怪我って外傷ってみたいな、なんか辻褄がどんどん合わなくなってくるので、認めてけば全部怪我って整体やんみたいな形。ああ、なるほどなるほど。でもその開業時は結構エコーとかラジオ波とかね、あとは普通の治療器 EMS 一通りはありますけど、今ってエコーってそんな使ってないんですか。ちょっと今言ったやつ一切使ってないですね。マジですか。そういうスタイルもあるんですね。そうですね。確かにそれは本当に、そう考えたら失敗、失敗とは思ってないんですけど、全然違いますね。それって面白いですね。逆にエコーを使えないけど初めて今バリバリ使ってる人も結構多いんですよ。やってみないとその未来ってどういう風になっていくのか、患者さん次第っていうこともあるんでしょうけど。そうです、やり方次第と自分がどういう風な道を進むかによると思う。そういうことですね。全然すごくエコー、今でもあの仲いい方やってますし、すごく素晴らしいものだと思うので、全然それを否定するつもり全くないんですけど。なるほど。ただ今の現状の岩田整体院さんでは使ってないということですね。そうですね。あるとか、たまに本当にこう来た時には見れるようにはしちゃいますよ。そういうことですね。やっぱりやばいなとか、ちょっとわからんなって時は見るようにはしてますけど、割合的にいくと年間数回も使わないぐらいですから。すごい。それはそれで逆に新鮮です。でもそういう意味があっても全然おかしくないと思うんで。でもちゃんと使えるので、使いたい時に使えるっていうのは心強いですね。ありがとうございます。じゃあですね、ザ・接骨院から岩田整体院の方にこうシフトが変わってきて、チームでやられてということなんですけど、その中で大きな失敗というか、小さな失敗でもいいんですけど、これやらかしたなっていうのが一つあるとすれば何かあります？多分もともとあんまり失敗って思ってないから、そういうのがどうや機械使ってないなとか、そんな形なのでたくさんあると思うんですけど、あんまり思い浮かばないって。でもそれ一つ挙げるとしたら、これはアホやったなと思うのが、カードのクレジット決済をずっとリボ払いにしてて、残高がたまりすぎてもういっぱいですよみたいなのが通知来て初めて分かったってなりましたね。それ失敗したなと思いましたね。それ先生、リボ払いと一括払いの違いは分かってなかったんですか。よく分かってなかったですね。
だから手続きたくさんするじゃないですか。そうですね、はい、それめちゃめちゃ大きな失敗だと思います。すごいことなってるなっていうのは後で分かりました。治療院運営とは全く関係ないですけど、ものすごい大きな失敗かもしれないです。見ていらっしゃる方はちょっと気をつけてくださいということです。ありがとうございます。じゃあ基本的には先生の方はまあ治療院経営っていう部分ではそんな大きな失敗はしてないけど、まあ、それ以外のまあクレジットとか情報収集が足りなかったというか、たくさんちっちゃい失敗はしてると思うんですけど、うん、そもそもなんか自分が失敗と思うことは終わったら失敗だと思うんですけど、終わってない以上失敗してることは一つもないと思ってる。なるほどな。でもそれも右往左往するじゃないですか、まあ、もちろん最短距離でいけたらいいんですけど、うん、確かにそうですね、やるなよって言われたことは失敗してますね。今エステ始めたんですけど、エステを最初にやるなって言われてて、先輩方から言われてて、はい、まあでもなんかちょっとかっこいいなと思ってやろうとするじゃないですか。でやったらもう案の定失敗しましたね。要するにうまくいかなかったということですね。そうですね、そうですね。ああ、なるほどなるほど。そういったのは結構あるけど、先生自体がそれを失敗とも思ってないっていうことですかね、言ってしまえば。そうですね、もう忘れてるぐらいですね。じゃあ逆にですね、今ちょっとマイナスというか経験っていう話をしてもらいましたけれども、開業してこれ良かったなっていうのなんかあります？開業してこれ良かった、確かにどんどん楽になりますね。楽ってどういった面で？時間とかお金とか全部もろもろ楽になるなと。今もこうやって夕方の時間にこの時間をいただいてるんですけど、まあ普通に仕事してたらこの時間はね、患者さんに当たるじゃないですか。それがスタッフさんがいてくれることで自分の時間が浮きますし、修行時代とかはもう本当にたくさん時間を使ってたので。なるほど。まあ今は時間ができたっていうのが大きなプラスですかね、そういう意味では。そうですね。それをなんかフェーズを変えてるじゃないですけど、はい、まあ患者さんに向き合ってるとか、そのために解剖学とかね、生理学の勉強してることだけじゃなくて、その時間があったので違うところの勉強に回せてるとかいうのは。なるほど、なるほど。じゃあその空いた時間をまたさらに何かその有効活用できる勉強にあるということですね。そうですね。ちなみに今空いた時間で何か次にこれ勉強したいなとかチャレンジしたいことって何かあるんですか？今はまあできるだけね、もう僕が現場にいないぐらいにしたいなと思うので、そういった仕組み作りみたいなところ、そのマニュアル化だったり、まあ、自分が慣れてもいいように評価制度だったり、まあ、一番最終的にもっとできたらいいなと、経営計画発表会とかそういったところが。ああ、なるほど。先生あれですか、まあ、スタッフさんをマネージメントする立場でもあると思うんですけど、それは勤務時代もやっぱりマネージメントするのは得意というか結構やってたんですか？いや、これ恥ずかしながらなんですけど、多分できてなかったと思いますね。どちらか兄貴分派だというか、面倒見るのは嫌いじゃないんですけど、はい、そのマネージメントっていうのを今もできてるとは思ってないんですけど、ちょっとずつ勉強していく中で、うん、それこそ失敗したなっていうのはいっぱいありますね。厳しすぎたなと思いますね。なるほどですね。なんでそれを今聞いたかっていうと、結構まあ接骨院さんご開業される方って一人先生から始められる方がやっぱ多いんですね。ただグループ院さんの店舗展開とどっちか両極な感じがするんですけど、その中で先生がスタッフさんを5人6人を雇用してやられてるっていうことは、まあまあ面倒見というか性格上合ってたんじゃないかなって予想されるんですけど、だって向いてない人多分できないじゃないですか。そう、いろんな人がいるから、うまく相手軸じゃないけど、そこも読みつつやらないとマネジメントできないので、そういった意味では先生得意な分野だったんじゃないかなとは思うんですけどね。確かにそうかもしれないですね。本当にこう、元々の気質というか持ってるものといえば、それこそ前の職場におさし寄らさせてもらった時は、まあ、飲み会担当っていうところをいただいて、まあ、飲み会担当は面倒見いいかもしれないですね、基本。そうですね、もう本当に飲むのが好きで、それを集めるっていうのが好きで、で、まあ、部活で行くとサッカーやってたんですけど、その時からキャプテンとか、そのね、キャプテンをサポートするとか、そういったことは経験させていただいてたので、チームっていうのをまとめるというか、で僕でも実際、ナンバーワンの気質では自分ではないと思ってて、どちらかというと、人をサポートする役目と、第一線に行くとちょっと矢面に立つじゃないですか。そこの一歩手前ぐらいが一番僕はちょこちょこ見ながらやるのが一番上手なんじゃないかなって自分が小学ちっちゃい時から思ってましたね。ただまあそれがやっぱり時代とともにそうじゃなくなってきて、今先生はもうトップでやってますからね、言ってしまえば。そうですね、一応トップでやってるんですけど、それもまあ僕がどんどん前に行くよりってはみんなで横並びでこう前に行けたら押し上がっていくっていうね。そうですね。なるほどなるほど。一人先生でずっと行く先生と、そういう感じでスタッフさん雇って雇用して組織としてやっていく方と多分分かれると思うんですけど、私はいつも言ってるのはやっぱりその人の資質というか性格というか、そういったところにまあ無理のないようにやった方がいいと。チームを作れる人と一人でやるのが上手い人と分かれると思うんですよ。うんうんうん、資質で考えた方がいいんじゃないかなと思いましたね。あとはその環境じゃないですか、そのやったことがあるかやったことがないかっていうのはでかいかもしれないですね。経験上ね。そうですね、前の院でもスタッフが10人ぐらいはいましたし、あとはもともとね、ちゃう企業というか、まあ、会社員だったので、その前が、はい、時も本当にチームっていう、それこそ若い時にチーム20人だった、まあ、そういった経験はさせていただいてましたね。なるほど、それ多分大きいと思います。それが多分今に生きてるはずですね。毎回失敗してましたけどね。失敗はしてるんですよね。
まあ、人のやっぱりこう、なんていうんですかね、マネージメントはやっぱりね、簡単じゃないですよね。そうですね、分かんないです、今もこれからも失敗するとは思うんですけど、はい、でそう考えたら、もう10年以上前からマネージメントをやってたなと思いますね、そう考えたら、13年前から本当、チームは持ってたので、そう考えたら、まあ、やってることはマネージメントだったのか、マネージメントの間の字も分からなかったですけどね、その頃は。はいはい、もう訳も分からず、もうはいはいって言ってやってただけなんで。なるほど、なるほど。これからさらにこう拡大というか、されようっていうのだと思うんですけど、なんか一つの、はい、まあ、焦点というかポイントはやっぱりそこの教育というかマネージメントが結構焦点かもしれないですね。そうだと思いますね、はい。だから商品サービスっていうのはもうある程度確立されてると思うんですよ、先生のところって。そうですね、僕でもどちらかというとあの技術大好きだと思うので自分でも、はい、そっちはある程度一つのこうやり方を確立できたかなって自分の中で思ってます。今後の課題はそこの一番の強みになるチーム力っていうところと、逆に底上げっていうのも必須かなというところですかね。そうですね、はい。あとこれね、今日この動画を見てもらってる方って、これから開業しようか、やっぱやめとこうか、どうしようかっていう、まさに今から、まあ先生の場合もう開業するぞだったんですけど、その前で多分どっかのタイミング悩んでたはずなんですよ。まあ先生の場合もう決めてましたかね、何歳っていうの決めてましたかね。そうですね、あの大企業にいたので、それを27で辞めるときに10年後に開業しようっていうので学生に戻った。ああ、なるほどなるほど。そこでもう目指して学校行ってるパターンですよね。そうですね、そうですね、もうその時決めてた。なるほど、まあ、迷いのない方ある方いろいろいらっしゃるので、そういった方に向けて何かこう先生が経験者の中でこれだけはやめとけとか、リボ払いにはするなとかなんかあれば、ちょっと先生の経験をちょっと生かしながらここで言ってもらえると助かるなと。そうですね、まあ、本当おこがましいと思うんですけど、僕から言うのなんて、僕のまあ強みがあるとしたら、たくさんの周りの人がいるっていうのが僕の強みなんじゃないかなと思います。僕一人では本当何もできないの で、僕なんてこの業界に10年ぐらいしかいないので、そもそも多分これを見られてる先生たちの方が、まあ、もっといろんなこの業界では精進している方も多いかなと思うんですね。それをまあ進めてるっていうのは本当にまあ先輩というか周りの人のおかげでしかないと思うので、そういった人についていく、ちょっとやらしい言い方に聞こえるかもしれない、小判ザメ走行じゃないですかF1 でいうところのなんとか双方ですよね、後ろにこうくっついていく。あ、そう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 別に抜けると思ってないですけど、はいはい、まあ、でも本当にそうやって目指すところがあるのであれば、その目指す先生のもとに行って勉強するっていうのが一番いいんじゃないかなと。あ、それいいですよね。あとは本当にそれと思いなのかなと思うんですね。なんでそれをやるんですかって言われた時に、思いがないと多分続かないんじゃないかなと思うんですね。ビジネスであり治療でありじゃないですか、こういった業界。どっちかに偏りすぎてもあかんのかなとは思いますね。一応ね、前の師匠からも言われたように、あの本質っていうところは捉えてるつもりでもいますし、まあ、軸っていうのはぶらさないでいってると思ってるので、多分10年20年経っても思いとしてはそんなに変わらないんじゃないかなと、なんか会社規模とか売上とかではなく、思いっていうのはずっとあると思うので、患者さんを良くしたいとか、はい、その点とか観点とかが皆さん違うから、やり方の方法が違うだけで、患者さんを良くしたい、地域を良くしたいっていう思いは、うん、まあ人よりは強いんじゃないかなと思いますね。なるほど、まあ、そこからですもんね。その思いをずっとやり続けるにはやっぱり経営的にも安定させないと止まっちゃうじゃないですかね。あ、そうですね、それそうですね。結局その思いがあっても経営自体が成り立てないと、この思いが叶えられなくなっちゃいますもんね。そうですね、確かにそれが僕がセーターを選んだ理由かもしれないです ね。 そうですね、最初バチッと行こうかなと思ってたんですけど、あれちょっとそうするとこう合わんのかなって、まあ、その時は思っちゃったんで、そっちがダメと。けど一番最初の時にどっちにしようって考えたら、こっちの方がいいかなってその時は思いましたね、うんうん。まあ、いろんなねやり方があるから、内側にこれがいいっていうことじゃないんですけど、ただまあ、うん、先生もおっしゃいましたけども、経営的なところとやっぱり思いっていうところをやっぱりバランスよくいかないと継続はできないんじゃないかなと思いますね、私も。そう、うん、僕も今は思っておりますね、はい。結局だから来てくれるファンになってくれる会員さんがね、そこの院が閉まっちゃったら宙に浮いちゃうというか、どうしていいか分かんなくなっちゃうじゃないですか経営が破綻しちゃったらね。だからおっしゃったように、どっちかに傾いてもダメだけど、バランスはしっかり取らんとなっていうのはすごくやっぱり思いますね。そうですね、本当にそう思いますね。ありがとうございます。今日はこの間ね、ちょっとズームでの流れで今日お願いできないという、心よく受けていただきまして、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたちょっとこれを見てですね、参考にしていただいて、開業される方は一生懸命頑張っていただけたらなと思います。で、実はこの岩田先生、接骨院の先生っぽく
くないちょっと男前な先生ではありますが、実は武蔵野メディカルが発行してます全国上位 3% の繁盛員が絶対外さない5つの法則という開業マニュアル、はい、それの表紙はですねこの岩田先生なんですね。上がこんな感じなんです。そうそう、首切られるっていうね。そうそう、男前すぎて顔を出しちゃうとそっちにみんな注目しちゃうっていうことで体だけになってますけれども、その説はありがとうございました。また興味ある方は概要欄貼っときますのでダウンロードしていただけたらなと思います。ぜひぜひ。先生、今日は貴重なお時間ありがとうございました。引き続きお邪魔します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。